はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル続きをやっていきたいと思います。前回ガーゴイルを倒して鐘を鳴らしたので、もう一つの鐘を鳴らしに行きたいんですけど、ちょっとアイテムを確認しましょう。鍵をね、手に入れたはずなんですよ。これ仮想の鍵、不死骸仮想に向かう、扉の鍵と、あと武器だね。ちょっとどれだっけ、尻尾切ってガーゴイルの斧みたいなの。筋力めっちゃ使うでしょ。筋力14、器用さ14か、まあ、器用さっていうかすぐ器用さって言っちゃうんだけど、技量14。あ、そうでもないね。ちょっと技量とかも上げられれば上げようかな。この筋力とね、技量がね、どうしても必要になってくるからね。いつかはね、魔法主体っていうのもやってみたいけど、じゃあ14、14にしてみよっか。やっぱり持久力とかね、欲しいよね。装備重量上げたいんだよね。でも装備重量上げてもさ、なんか、ちょっと中盤から後半にかけて、なんかすんげえ重いやつ装備したいから、お前それもやるのかっていう感じだけど、ちょっと悩んでるけどね。あとね、注ぎ火行って、あの、棺の採掘場ってエスト瓶10個まで、補充できるんですよ。それってこの注ぎ火をやってあるからなんですね。もう初期状態でやってあるんですよ。で、他のこの棺のところはあの5個までしか補充されてないんですよ。で、これ注ぎ火を行うと人間性がありません。そうだ、使えってことか。人間性1にしましょう。じゃあ双子はいいや、2つ手に入るはず。名前からして覚えてない。で、注ぎ火を行うと、秘術がなければこれ以上の注ぎ火はできません。おお、なんてこった。死んだら人間性を失うだけになるぞ。あとなんかちょっとここら辺行って、そう、助けた人、あ、いたね、ここにいたんだ。そうだそうだ、思い出したよ。こいつ話さないと聞こうか。レイナル用意した、受け取ってくれ。太陽のメダル、感謝しているぞ。私を解放してくれた。人の行為は素直に受けるものだぞ。みたいな。なんだっけ、悪役なんだっけこいつ。まあいいや、とりあえず行くか。3000ソウル、3700ソウルあるな。これもレベルアップに使っちゃおう。体力、持久力、もう一回上げられるね。持久力、魔法系は上げなくていいと思うんだよね。よし、レベル15。どう上がったのかよくわかんねえわ。で、ね、仮装はね、そう、あのドラゴンがいたところなんだけど、どっちから行くのがいいのこれ。普通に、いや、重てえ、これローリングが重てえ。これローリング大丈夫だよね。ちょっと待って、すげえ気になる。52の 13.5 だから、そうだよね、中ローリングだよね。あとさ、俺さ、防具が全然変わってねえんだけど。まあいいか。だから当たらなければどうということはないんだよ。じゃあまずは、あそこまで向かいましょう。さて、これは、こっから登っていった方が早いよね。あれ、でもドラゴンのさ、ブレスとかにさ、焼かれねえかな、大丈夫かな。死んだら嫌だな。人間性1は最悪回収すればいいんだけど、いいんだけど、本当に大丈夫、こっちじゃねえし。上だ。さて、戻ってきたよ。いや、炎、これ焼かれんじゃん。あちゃ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 、待って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 。これは飛竜の盾なかったら、ちょ、待って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 、危ねえ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 、無理だ、普通に行こう。ここですね、ここ。ここの扉を開くと、仮想の鍵使って仮想へ行けると。結構難しかった気がするんだよな。
これさーって降りれば、そうダメージは食らわないはず。普通に飛び降りると落下ダメージがあるんですけど、さーって降りればさーってなんだよっていう。慎重にこう盾を構えながらクリアリングして、犬みてえなのが出てきた気がするんだけど、あ、いるいるいる、あそこにいるわ、見える、お、来た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 、ちょ、なんか待って待って待って、え、何今、出血、出血を付与してくる。死体も残るからねこれ、ちょ邪魔なんだけど。あ、来た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 、あ、いけ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 、ええ、結構たまるね、一発食らうと。やっぱり近身の指輪みたいなの持っておいた方が良かったか。あれ、これどこだ、後ろを取られるのが最悪だからな。あとなんかいきなりね、相手ね、なんか出てきた、あ、いる、人がいる。やはりこれは多勢にむぜえわ。ちちちあちゃ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 、なるべくエストビン飲みたかくなかったんだけど、しょうがない、この場合は。モーションをね、しっかりと見切って、隙ができたところを切ろう。エストビンはね、もう10個回復しないんで、できればね、回復を使って、回復させたいけど、モーションが長いからね、回復は。安全に回復できるところに行かないと、危険。なんかいっぱいいんな。しかもサイン同席がある。これはあれだよね、普通の多分一般人、こんなところに出してんの。あ、消えちゃった、まあ、消えるのは一般人なんだよね、人間性の双子。このちょっとでも減ってんのをね、できればね回復したいんだけど、ここに来るまでに回復をね2回使っちゃってるんで、まずはちょっとやっぱりセーブポイントが欲しいね。こういうのか。あ、人がいる。これも一般人だよね。やっぱみんな上裸だな。壊せない。軽快さをやっぱり重視してんのか、みんな。多分頭とか一つだけつけて、ローリングを重視してるんだよね。これなんか出てくるんだよね、進むと。いきなり後ろから攻撃されるかな。なんかだ、え、なんか落としなかった。あ、落とした落とした、ほら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 、いるよ、いて、いけ、つえ、誰、弓、後ろのやつか。待って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 、あ、いったー、血が出た、死んだ。またゾンビに戻る。こいつらさっそうと去ってくな。どっから、あそこだよね、ここに来るまでが大変なんだよ。とにかく上から行けないしな、行けないのかな、本当に上から行きたいんだけど、絶対早いからね。もう一回猛ダッシュしてみる。ここ出て、待って、なんかここら辺にいればね、あの炎は安全な気がしたんだよな。まずこいつをちゃんときちんと排除しよう。ほら、よし、ちょ、猛ダッシュしよう。こいつはしかとする。うわー、逃げろー、ちゃー、ぶっ倒れた。ぶっ倒れただけで死にはしない。よし、 OK、 だったらこれ回復使って一発もらう程度だったらこれでいこう。てかまず仮想のさ、セーブポイントを探したい。よし、リバイバルかと思ったらなんかリターバルみたいな感じで書いてあるね。一回回復を使おう。なんかあの死体が動いてきそうで嫌だな。でまたちょっと行ったところにまた出てくるから、開いてんじゃん、すでに一回開いたら、もうすでに開いてんのか。
っぱい来る。これいっぱい来るのかね。で、あの弓に当たらないところはいい。そう、探検みたいなのはね、このかわしてくんな。え、マジかよ。ちょっと、もうあれがない、スタミナ。スタミナ管理はちょっと重要だけど、ゴリ押す。ここはオッケー、回復しよう。いや、この回復マジ役立つわ。やっぱ聖職者おすすめ。結構いきなり回復持ってるから。で、なんかあったっけ。なんかあるところと何もないところがあるんだよね。あっちまだ人がいると思ったらアイテムか。鎧貫き、ただ月だね、月。慎重に行こう。ここも空いてる。空いてるって言ってもね、いきなり出てくる可能性があるからね。お、びっくりした。ファントムみたいなやつもさ、結構ビビるんだけど。音ね、結構重要なんだよね。バタン、ほら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 。まずこいつは、いって。ね、一発で倒せないのがね、痛いよね。二発かかる。月をやればなんとか一発なんだけど、落ち着いて。おい、マジですか。いっぱい来た、いっぱい来た。ターゲット戦闘のやつにしよう。左のやつに当たった今。多勢に無勢っていうのがね、一番。やられた。マジかよ、難しい。できれば1体ずつ処理していかないと本当にやられる。はいはい、当たった。はい、回収。ほんとりゃ、排除完了。盗賊の担当。ここら辺だよね。できれば1体ずつ。今左のやつ反応した？いるんだけど、弓でおびき寄せられるかな。ちょっと見えるよね。プス、当たってはない。反応はしてる。なんだよ、もうちょっとこっち行ける。当たった、よし。いった、げ、2体結局来てんじゃねえかよ。おら、おら、ちょっと合流した、合流した。スタミナ重要だね。多分俺みたいなご利用しする人はスタミナがないときついんだな。なんか落としたね。パクテコ、ターゲットシールド回復しよう。ちょっと回復で回復。エスト瓶はまあなるべく戦闘中で使っていく感じかな。あっちに霧がある。しかもさ、犬がさ待ち構えてたよね今。お、盗賊のあれだね、一式だね。これもやっぱ基本的にね、その一式モンハンみたいに一式みたいな感じがあるんで。ちょ待って、ちょ待って、あってこんなところにいんの。あれ、ここは入ったよね。なんかどっかに誰かがいた気がするんだけど、ちょっと怖いんで突撃が有効。少しちょっと下に行ってみよう。なんかどっかショートカットを作成したい気がするんだよな。おわ、いった、ひったっと、待ってガッ、マジかよ、くらった、見て、首切り食らった。ちょっと待って、ちょっと待って、スタミナを回復させて、一回撤退しよう。マジで撤退しよう。とにかく距離を取る。まずは距離を取る。
回飲む。で、すぐ。ガード、ガード、ガード。危ない、危ない、危ない。逃げてった？一応、ここは来るね。もう一匹いたよね。完全に、あ、あれだな。ゾーンから出たんだな。こんにゃろ。こんにゃろ。これ、狭いとこだとさ、当たんないんだよね。月だな。月にやった方がいいや。無駄。ストビンを飲んでるときは好きだらけ。ここにいたのか。こういうのほんとダークソウルね、やらかしてくるからね。死角になるところで、え、どこをどう行けばいいんだこれ。どこ、え、またなんかさ、弓矢みたいなの飛んできてんだけど。弓矢はね、足を止めなければまあなんとかなる。ここは何だっけ、商人の予感。あ、これ開くんじゃない。ちょっと違った。ちょっと待って、安全だけ確保したい。これ多分ね、あの一番最初この城下街に来るところだったと思うんだけど、ここここここ開けると一番最初の棺の祭事場に繋がりますね。ただブックマークがさ、途中の浄化不死教区になってるから、ブックマークをどうするかなんだよね。まともな人かい。私の苔を買っておくれよ。あんたのソウルが欲しいんだよ。あ、そうそうそう、苔は毒消しそうみたいなね感じだよね。出血の蓄積を減らす。これ毒状態をねちょっと解除したいんで、4つ結構必要になるんだよね。勝手にねし、結局でね、猛毒はこれでしか治せないっていう。いくらする？1000円もすんの。まあ2個くらい持っとくか。毒投げナイフ、これもねなんか役に立つような気がするんだよね。クソ団子。もう名前がいいよね。ああ、これは属性を駆除するやつか。で、ここら辺って永遠に変える？なんか前は個数が決まってた気がするんだけど、アップデートみたいなのが入って永遠に変えるようになったのかな。火矢、毒矢、普通の矢、大きな矢。俺何持ってたんだっけ、いっぱい持ってんのって。普通の矢か、ま、木の矢よりは全然普通の矢の方が強いからね。毒か、これ結構有効な気がするけど、1個100円すんだよね、たっけえな。まあちょっといっか、普通の矢で頑張ろう。どうする、最初の棺の祭事場にブックマークしておく。それかもう一つなんか上行けたよね。行けねえのか、結局行けねえのか。あれ、どっか分かれ道があった気がするんだけど、こう来ました、こう来ました。あれ、結局こっち行っちゃう。鍵がない気がする。ゆえも知らぬ不死の大きな層。鍵必要だよね。あ、そうだね。じゃあちょっとあれだけど、棺の祭事場をブックマークしよう。でね、意外にね距離があったんだけど、多分こっちからのが安全は安全なんだよね。なんか戦ってんな。よし。で、なんかこのボロいタリスマンじゃなくて、なんか普通のタリスマンみたいなのあいつから買おう。ペトロスだっけ、ペルトスだっけ、もう名前ごっちゃになってるけど、名前出てこねえし。名前がわからん。とりあえずアイテム買おう。タリスマン、ソルロンドのタリスマンは5000円か。まあ普通のタリスマンでいいと思うんだよね。よし、これをちょっと買ってみよう。話す。My companions are my lady and her young knights. We are... はいはいはい、さよならと。じゃあちょっと装備で、このアライタリスマンよりは普通のタリスマン、どこだ普通のタリスマン。
あった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 。変わんなくね？マジ変わんなくね？タリスマンと普通の荒いタリスマンさ、なんなのこれ？なんも変わんねえんだけど。え、本当に？魔法力修正118。122。こっちの方がよくね？ちょっと騙されたんだけど。え、マジ騙されたんだけど。なんかこっちの方がさ、ボロいタリスマンに見えるじゃん。性能絶対こっちの方がいいよ。進行14必要だし、こっち進行10だもんね。いやー、騙されたわ。あいつ、余計なもん売りつけやがってって、まあ俺が悪いんだけどさ。マジ騙された気分だわ。ショックだー。まあ2000円だからいいんだけどね。じゃあまたちょっと向かいましょう、仮想に。じゃあ仮想に戻ってきて、敵は多分復活してるんだよね。いるね。一体ずつ確実に処理していこう。まずはおびき寄せる。プスッ。ちょっと待って、違う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 、もうやめたいんだけど。待って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 、矢が刺さっている。もう確実に狙う。ここにいたやつ、あ、違う違う、いいんだよね、こっちにいたやつね。ここに隠れてたやつだよ。もうまだ生きてるし。でもこれ OK、 こっちから行った方が全然楽だね。で、犬とかはいるのか。おう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 おお、もう分からんわ分からんわ分からんわ。どうなってる。回復で回復。結局このタリスマンを使うからね。で、え、ちょっと待って、なんかすげえ画面が乱れてた気がするけど、入ろう。デーモンなんだよね。そう、一体いきなりかよ。待って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 、ハマってる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 よ。ローリングで逃げる。ちょっと待って、犬狭いんだよね、とにかくここ。またここまで来るのか。ここまで来るのが大変だからね。じゃあちょっとまた行きます。で、一応ボスの前まで来たんだけど、俺よく思ったのがさ、防具を全く変えてないっていうね。ステータス確認。防御ってどこで見んの？対防御力77。ここら辺をだからさ、ちょっと一回変えとこう。今36、基礎防御力が36ってことか。あるやつにしよう。ヌストのマスク。あ、もともとそうだよ、頭かぶってなかったんだよ。で、もう装備重量はどうせ中ローリングになるんだから52だから、26までいけるってことだな。これ結構重いな、強いけど重いので。まず鎧、黒革の鎧 9.923、重量 3.1 だから、聖職者のなんちゃらよりはいいのかな。回復量が増えるとかそういうのはなさそうだからね。もうじゃあ24。全然さ、買ってないからさ、しょぼいのしかないんだよね。まあいいや、これにしよう。で、次、黒革シリーズ。さっきさ、手に入れた黒革シリーズしか結局ないってことだよ、俺には。で、上だけこのイノシシかぶろう。 22.7、 これまだ大丈夫でしょう。なんか頭だけごっついけどさ、まあ中ローリングしょうがないよね、もう。よし、これで挑もう。ソウルが怒ってる。え、待って待って待って、受けきれてないのか。どうする、どうする、どうする。痛い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 。一回一回一回こっちに逃げて。このさ、
なんなのこいつ、マジ強すぎるんだけど。犬だよ本当に、犬が厄介。行くぜ。一応盾をナイトシールドに変えたけどさ、どれほどのロマンっていう、めっちゃ食らうんだけど。結局ローリングでさ避けるの。ちょっと待って待って待って、ローリングいって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 、もうめちゃくちゃわけわからん。犬さえ処理できればね、なんとかなるんだと思うんだけどな。一回でもやっぱローリングで上に登るか、わからん攻略方法が。よーし、じゃあちょっとこれでね、ダメだったらね、ちょっと考える。ローリングで、まずは、なんていうの？引っかかるな。ローリングでこの犬に引っかかるな。まず。痛い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 。なんなのもう、本当にここ。対策を考えよう。もうちょっとレベル上げをするとか。どうにもならんわ。一応ね、万能鍵があるから、その闇村に行けるっちゃ行けるんだけど、なるべく正規ルートで行きたいよね。少し回り道をしてレベル上げ的なことをしますか。さて、もう何回目になるかわからんけど、行こう。よし、なんかとりあえずいてで、これここだな。ここで車捕まえよう。次、犬倒した。犬は倒したね。ってことはここ来るから、こうやって、ちょっと待って、け、犬いるわ、まだ1匹。あれ、死体が落ちただけか。死体が落ちただけだね。で、来たら一発殴って逃げて、よし、あれは結構振りが大きい。ちょっと待って、危ない。落ち着けちょっとこれ解除しよう。解除して、ここが見にくいんだよ。だから来たんだか来てないんだかよくわかんない。で、来たで、一回落ちて、よしこれだ。この攻撃パターンでいこう。ちょっとずつ削る。ここまでもう持ち込んだんだから、これ落下攻撃できんじゃん。全然いけなかった甘かった。よし、ただこれは振りがでかいから、今のちっチャンス。飲む、逃げろ。よし、飲みたい。来る。まだ来てないね。見失ってる。ちょっと右の方で。来た。この時に飛び降りる。よし、ちょっとずつダメージを与えて、とにかくね、見づらいのよ。でやって、落ちてきた。2発だな、2発が限界だな。これの繰り返しだ。落下ダメージは大したダメージにはならない。え、来てる？え、どこにいる？わかんない。どこにいる？あ、そこにいるか。登ってきた。え、怖え。え、どこいる？あ、下にいるんだね。なるほど、こういう時にさ、なんか投げナイフとかでも狙えそうだけどね。この位置まではなんとかなるか。行って、あそこからでもさ、飛びついてきて下に行くんだね。なるほど。この時にさ、ほら、ダメだった狙えそう。両手、えって、危ねえ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 
やばい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 、ちょっとエストベンエストベンエストベン、一回飲もう。でここからジャンピングも来るから、じゃあジャンピングをするとでもこいつ下に行くからね。で本当さ、この下に行った瞬間にさ落下攻撃絶対決められるよ。ほら当たった、当たったね、当たったけどちょっともうまずい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 。でも結構減った結構減った。痛えよ、もう無理だよ、やばいやばいやばい。おーら、よし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 、ちょっと一回これなんとかなんとか回復で回復で回復で、あつか回復しろ。痛い痛い。え、ない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 、こっちに来てんじゃねえかよ。なんとかなんとかかわせないか。大振りになるとね、ローリングでなんとかかわせかわせ。くおー、ここまで来てやられたか。マジかー、これはきつい。なんとなくようやく見えてきたね。でもまああれから何回かやってんだけどね、全然無理だわ。やっぱね、出だしがね重要。出だしで上に登れないとね、マジ何にもできないで死ぬ。入ってこれ引っかかるんだよね。で逃げろ、上に。痛い。エストビン飲みたい。ほら、よし。ほら、ちょ、来た。落ちてこい。落ちてきた。で、これに持ち込めればね、なんか少しはいける気がする。で、一回 STB 飲んじゃおう。で、上。で、降りる。ほら、これだ、もうこれで、なんとかするしかない。あんまり早く落ちちゃうと、あいつも、あれだね、登ってこないから。またこの戦法だな。行ってこの時は飲んじゃおう。おー、怖い。で下に行ったらもう即落下攻撃しよう。おら、くらえ、どうよ。ただ落下攻撃をすると巻き込まれるな。巻き込まれるけどしょうがない。エストビンあと2つ、一回のもう回復が最悪できるから盾は構えとこう。何があるか分かんない。今どこにいるのあいつ。あ、下か。これはちょっと上までおびき寄せよう。あ、落ちちゃった。よし、これをね、でもただ回避できるようになればだいぶでかい。でここで一回待つか。で来た、はい、さよなら。で降りてこないときはこっちだな。ほら、よしちょっとしかダメージ与えてないけど仕方がない。来た、来てないね。このさ、アングルが見づらいのよ。来た。とりあえず降りよう。で、こっちに来ちゃったらダメなのよ。あ、こっちに来ちゃったね。これは。よし。片手剣の場合はね、ガードができる。で、両手になるとちょっと無理なんだね。で、登ってきた。登ってきたと思ったら、落ちる。落ちてこい。落ちてきた。2発か、147ずつ。
あいってあれだあれあれあれ食らうと本当にきつい。ただまあここは一回飲むしかない。どこにいる？この下？例によってこの下だね。ちょっと決めたいねこれも。どうだ、当たった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 、よしよしよし、あと一発落下攻撃が入ればいけるかな。どうかな、どうだ、もう一回倒した。よし、ようやく最下層の鍵を手に入れた。ほんときつかったここ。多分動画はね1時間にも満たないと思うんだけど、絶対ではねもう3時間くらいやってるマジで。いやさすがに全部の死に様は見せらんないから、いやエストビンとか回復してもう今日は疲れたから終わりにしよう。このまま行けば敵はもう誰もいないよね。一旦かがり火に帰ります。はい、じゃあちょっとねかがり火に戻ってきて1枚あるんだけどどうしようかな。修理とかって一応なんか30円だし修理しとこう。ナイトシールドとか、ナイトシールドじゃなくて今回はあれでいこう、また竜紋章みたいな切り替えよう。これいる？まあ一応装備しとくか。チューローリングであることには変わりないからね。指輪が何にもないんだよね。エストビンは5つか。いやマジできつかったよ。このソウル無駄にしたくないからな。レベルアップしちゃおうかな。筋力を16にしよう。これで多分飛竜の剣が普通に使えるようになるんだよね。であとやっぱり体力持久力を1個ずつ上げたいね。よし、もう上げらんないから、まあ、2000ソウル余ってるけど。じゃあ今回はこれで終了しますか。いやマジ疲れたよ本当に。何分の動画になるんだろう。まあいいや、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。次回もお楽しみに。